そこのスイッチ押して。これか。何やってんの？いや、ダンスできるようになったから見てもらおうと思って。は？お前そんなことのために私を呼んだのか？え、そうだけど。はい、お邪魔しましたー。いや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 、なんて？え、なんて？何が楽しくてお前のダンスなんて見なくちゃいけねえんだよ。待って待って待って、せいぜい、ほらよく見て、すっごく滑らかなモーションだよ、すごいよ。だからどうした？私に何の得もねえだろ。わかった、あと10秒見て、そうしたらせいぜいの魅力に気づくから。たく。はい、お疲れー。待って、そうだ、かっこいいカメラワークが足りないんだ。せいぜい、ちょっとそこの小槌でカメラワークつけて。めんどくせー、あやい。おい、待て。え、なに？今私映ってただろ、肖像権侵害で訴えるぞ。自分はお尋ね者のくせに。じゃあ今度はかっこいい編集でお願い。うぅ、おい、待て。え、なに？目に悪い。いや、私たち普段から弾幕っていう目に悪そうな発光体放出してるじゃない。弾幕は健康的な光だ。目には優しい。お前のそれはぬくもりが足りない悪い光だ。せいぜい適当なこと言ってない。あ、わかった。天の弱だから全部反対のこと言ってるんでしょ？なんか勘違いしているやつ多いが、天の弱だからって全部反対のこと言うわけじゃねえからな。もしそれだったら弾幕天の弱で、光線性の天の弱だ。っていうことになるからな。結局どうすればいいの？その鬱陶しい編集をやめろ。え、じゃあ文字かっこよく入れるやつならいい。それならいいだろう。じゃあお願い。これ。どう？せいぜい、いい感じ？ああ、画期的目に優しい世界になったな。これでせいぜいのダンスの魅力に気づいたんじゃない？いや、別にそれは関係ないけどな。え、あれ？なんでカットされてるの？なんで終わってないんだよ。おい、この小槌不良品じゃねえか。カットした上に人の所有物に敵つけないでよ。あったんだよ、もういいだろ。もうラストなんだからちゃんと見てよ。めんどくせえ。はい、お疲れー。